はい、今回は前足の使えるようになる練習方法を教えていきたいと思います。で、まあ結構そのね、いただいてる質問とかで多いのが前足を使えないと。で、まあ映像を見せてもらったりすると、テール弾いて、まあ空中でね、こうやってここまで吊ってんだけど、こっから足がみんな下に落ちちゃうんだよね。ここまでズズズズってやってんだけど、ここで足が落ちちゃう。だからこういう折りになっちゃうように見えてます。まずこれ何が一番原因かっていうと、まあ擦ってる足がこれね、グーッつってここで平らになるじゃんね。こう足首が曲がってたらこういう風になってるのが、グーッって足で言うとここで足首曲げてるんだったら、これがこうやってきたらここにフラットになるでしょ。この位置まで持ってこれたら、まあ、OK っていう話。なんだけど、まあ最初はそれが難しいと思いますね。なんで、まあどうやって改善していくかとか、多分まあその感覚はどうやってつかむのかっていうのを説明していくんだけど、最初一番これが改善しやすいなって思った練習方法はノーズロック。降りしてこういう段差にはめる。なんでかっていうと、こう擦ったまんま足ね、こうやっていってかけたら捻挫しちゃうでしょ、グレイって。じゃなく、ここで板をこうね、ノーズの面を平らにするっていう、この状態にするっていうのが大切で、ズリズリズリって吸ってここでピタってこういう状態で踏んであげる。でそれがオーリーにもつながって、ズリズリズリピッてこうなればいい。なので、なまあノーズロックを最初練習するといいかな。でその時に低いやつだと、まあ最初はね徐々にやっていけばいいんだけど、低いやつからこうで、低いやつって実際言うとオーリーしないもテールこうやって、あ、ノーズを上げた状態でここに当たってグッて踏めばできるトリック
でもあるから、まあ最初はその脳上踏むっていう感覚をつかむためにはやった方がいいんだけど、慣れてきたら、まあ少し高め、膝ぐらいとか、まあ自分でね、こう滑ってるスポットとかで探して、ボックスでもいいし階段でもいいし、まあ段差があればいいんだ、何でも自分が、あ、これ練習しやすそうだなって思うやつでちょっとずつ高くしてって、でそこにしっかりノーズをはめるっていう練習法、それがこう板がロケットの状態とかだと、まあ簡単に言ったらこう線真ん中、板の真ん中がこうあって当たっちゃったりとかね、この前足をスッてグッっていう動きができないと、かかった時にズルッて落ちちゃうことになったりするから、そこを注意しながらしっかりと OD してあげて、前足引きつけながら差し込む。でこれを覚えると、このズリズリズリっていうこの感覚がすごい掴みやすくて、でプラス簡単に言ったら、弾いてこの平らにフラット、両足がこうやって空中でピークが来て、両足で着地するのが理想、四輪着地、それをの途中ぐらいに思ってくれれば、そしたらね、これここの遠赤部分なかったらこれで四輪着地になるじゃん。でね、これを練習するともう一個いいのは、こう壁があってちょっとこう刺すようなイメージがあるんだよね、俺は遠赤に対してグサって、でそれをすると、まあ、ボードをこう飛ぶ時のオーリーのちょい刺し、まあ、ちょい刺しがあるからいい、ね、足もフラットに持っていけるっていうのもあるし、ここの場でこうやってオーリーするって実際難しくて、ちょっとこういう風になるのが理想っていうか、うん、まあオーリーしやすい俺の中での形なんだけど、これはに繋がるから、まあそうだね、ノーズロックを練習するといいかなと。あと手すり捕まって、あのテールを弾く練習とともに前足を吸って、で着地するときに四輪で着地するっていうことをすごい心がけるといいと思います。まあそれを練習していくうちに慣れてくると思うので、そうしたら今度は手すりなかったりとかした状態で、まあフラットで練習する、でその時も四輪着地をするように意識すると、ちょっとずつ改善されていくかなと思います。まあね、最初からいきなり改善っていうのは難しいんだけど、ただそのもらった動画とかのを見てると、結構やっぱみんな共通の悩みっていうか失敗、悩みもそうだし失敗もそうなんだけど、こうテール弾いてここまでめちゃくちゃいいのに、この戻す時にこうやって足が、前足がね伸びちゃうから、これがここで止まっちゃうから下に下ろすしかなくない、これをこのままグイーって板も持っていけるような感じにすると板がここでフラットになるっていう、まあみんなの共通点があるので、それを克服するために今みたいなノーズロック、ノーズロックもやっぱ一歩前にこう刺したりするから、それを練習することですり足のね感覚にもつながったりするし、
で、あとはまあバーに捕まって練習するこして四輪で着地するっていうことを練習することで、何もなくても板をフラットにするっていうことにつながったりするので、まあいろいろ自分はこっちの方が合うなっていうやり方を探してみながら練習してもらったらいいかなと思います。です。頑張ってください。